こちら側の皆さん、今日はですね、僕真面目な話ズッフ長でございます。というのも昨日ユニバーサルスタジオジャパンから帰ってきて、まだ全然疲れが取れておりません。ヒットポイント2ぐらいしかないんですよ。なんで今日はですね、ゲーム実況をやっていきたいと思います。何言ってんだよお前は。いつも頭の中パーク状態みたいな実況ばっかりしやがって。さっさ始めんか。はい、どうもピオキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ロストイントロールスかっこトロールレベルということで、騙しをなくしたということでしょうか。騙しをなくしたトロールコース、上等じゃん。僕はもう人の心すらないからね。この前コメントでさ、ピオキングさんを友達に勧めました。そしたらこう返ってきました。この人やべえやつじゃんって。だから言ってんだよ、この動画を見てる人もやばいやつだって。絶対そういう目で見られてるよ。うわ、こんな動画見たのお前みたいな。なんか自分で言ってて虚しくなってきた。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.01%。 いやガチで言うけど、マジで全然疲れ抜けきれてなくって、でもめちゃめちゃ楽しかったね。特にスーパーニンテンドーワールド、あそこマジで感動したね。開幕無機物。いや、何がすごかったかって言ったら、ドッスンとかノコノコとかパックンとかちゃんと原作風に動いてたんだよね。ドッスンとか上下にちゃんと動いててマジで感動したね。なかったってお前の話題を出さなくてさ、放題。お前はなパークにいなかったんだよ。もうニンテンドーワールドの話は終わろう。まだ行ったことのない方に対してネタバレになるかもしれない。なんでこの辺で終わりたいと思います。ここはバレを持って右、いや下のビーフーズ怪しくない。これ一旦取ってみる。こっちが実は正解ではないよね。もうちゃんとやっとこう。僕の授業いつも頭パンパカパンだけど、今日でバネを投げたら、ほじゃハリーポッターの中に出てくるハーマイネーズ、めっちゃハーマイネーズってなんだよ。ハーマイオニーだよ。ハーマイオニーめちゃめちゃ可愛くない？でさ、 USJ にもあるじゃん、乗れるやつ。あれ乗った瞬間すごく酔っちゃってさ、でもハーマイネーズが言うんだよ、ハリー待ってみたいな。で、僕はさ、そのハリーをマリーに変換してたね。マリー待ってみたいな。もうやめな、ゲームといつも関係ないことばっかり話してから。だからゲーム実況者に向いてないって言われんだよ。ここは下が正解なんじゃないか、実はここでフラワーが取れるみたいに。見切った、ここでオンオフしなければ取れると。マリオの玉がね。じゃあこのオンオフなんだろうね。一旦スイッチを押した状態で右に進んでみようか。あそこにピ、あ、このピースイッチを押して左に行けばいいのか。そしたらフラワーが取れるっていうことでしょう。ナイスフラワーで、ここの土管は入れないっていう感じだね。そんでこのまま右に行けばいいっていうことなんじゃない。あー、なるほどね。ここで氷を溶かしたら土管に入れると。さあ行きますか。進めませんね。いや、ワンチャンやり直し聞くんじゃない。スパー、ピオキンコ行きます。ここはオンオフをしたらいけないということでしたわね。でしたらここのピースイッチをした。もうちょっとピオキンコに出番を与えてやれ。右から走ってこいってことかな。このピースイッチを踏んだ瞬間すぐ左に逃げる。あ、これで抜けれるんだね。そしてこのフラワーを取って倒せと。いなくなれこの世からね、この黄色が。出てた今。ちょっとやべえの出てなかった今。じゃあこの土管にやっと進めるのか、この先に。そしてこの、あ、中間ポイント見えたね。そしてこ、ダバダーじゃないんだって。落ち着け、スーパーニンテンドーワールドにいた頃の自分を思い出せ。そしたらこのコースも全て愉快に見えてくるはずさ。いやだな、なんかあのニンテンドーワールドさえもトロールコースに見えてきた。そしてリアルで花とか石は石とか指らしか見えないね。で、お客さんがあるじゃん。お客さんは全員あの笑う人、イエーという笑う人ってあるじゃん、あれだねきっと。で、こっち連れて行かれたところ、上には行けないということは下は罠か。何があるこの先。死体級だったら僕大喜びだよ。いやー、やったぜとか言うと思ってんのか。いや、これめっちゃ難しそう。え、これどう、あ、分かった分かった、これ動かなかったら簡単なんじゃない。なんでちょっと待ってね。ほらほら、ここで止まっておいて、この状態でジャンプすれば簡単にいける。一番左のところで、はい、あ、これは簡単だね。あんまり右に行きすぎないようにして、ここでジャンプすれば、あ、簡単にいけるっていうことか。そして右に針が見えるけど、あの針に当たったら終わりっていうことでしょ。余裕なんだよこんくらい。ここ、ちょっと落ち着いて、もうちょっと右だよ。ここ、そしてここで、右、パシュー。
この辺隠しブロックあったよね。この隠しブロックを叩いて右に渡れっていうことか。そしてこの四角の枠すげえ怪しいな。ファイヤー、じゃあこのファイヤーを取ってドアに入るか、土管にあるか。一旦土管に入ってみようか。多分こっちの方が怪しいよ。え、マジでこっち死にたいけ。やめるな、この死にたいけ一発でクリアしてやるよ。そういや2個前ぐらいの動画だったっけな、ピオキングがかっこいいって思う人っていうコメントにめちゃめちゃいいねがついてたんだよね。いや、みんなどうしちゃったの。こんなやつがかっこいいとか、マジでどうかしてるぜ。いや、わかるよ、わかるけど、僕がかっこいいっていうのはそれ。チビのまんま行こう。そしたらあの石が抜けれるでしょう。このエンジェルストーンがな。そしてこのツタに捕まっておく。エンジェル魚魚魚。もうちょっとテンポよく進ませてくれ。もう終わりにしたいんだこのコース。まだチェックポイントにも取ってないけど。全然このコース進めないけど、でも僕は諦めない。ここは右に進めるのかい。進めたよ、でも僕は下が鍵どっち気になる。鍵ドアに入っていく。鍵ドアから出たら右押しっぱな。きっとそれで中間ポイント2が取れる。さあ、いけ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 。もうゆっくりやろう。よく頑張ったよピオキング。今までさ USJ から帰ってきたばっかで。じゃあここは中間ポイント取っていく。あ、このスターはどっちなんだ。取っていくのか取らないでいくのか。一旦取っていこうか。きっとこれで正解だよ。わーい。ペペ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 ペ。スターが切れたんで入りたいと思います。まさか不正解だと思わなかったね。ジャンプせえ。何だったんだ今の時間は。次はしっかりとジャンプしよう。そしてこのハテナブロックを叩く。コインか、コイン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 。閉じ込められちゃった。ジャンプして右、ジャンプして右、ジャンプしてすぐ右。ここなんか変わるんじゃないのか。いや絶対そんな感じだと思った。ナイス噛んだね。そしてここは上の、うわどっち行く。ここなんか隠しブロック、あ隠しブロックないね。ってことはこっちが正解なんじゃない。頼む、待ってて。上等じゃねえか。実はこっちが正解っていうパターンなんだろ。僕知ってるよ、この上に何かがあると。そういうことだと思います。さあこっから上何かあってくれ。あーやだ、ないの。ねえここから先ほんとただやられるだけ。身体機をもう一回しろっていうだけなの。右に行った針が見えるね。そこに行く。いや、あの右何かついてるんじゃない。実はこっち身体機じゃないですよ。じゃあここは下の扉で合ってたのかい。こっちは何がある。うん、これは分かんない。すぐに右に行けとか無理な話じゃないか。なんかそういう系多いよね。あ、どっちだろう。こっちもう一回身体機に行くみたいな、そんな感じなんかな。中間戻しで僕が傷つくと思ったかい。あんなのは僕にとってご褒美でしかないね。もう喋んない。喋んなかったら罠をいくつも回避できるとそう思うんですよね。ここは一旦上に行こうか。いや、あの記録を取って下に行く。こっから僕も喋んないよ。しょうねえやられ方をすんな。このオンオフをするのかどうかさえ悩むよね。あ、オンオフしたらいけないのか。多分したらこの青のブロックが発動して右に進めなくなる。そしてここは一旦右にやってこの土管に入る。絶対これが正解だよ。見てて、もうすぐゴール近いんじゃない。来た、ここは左を失敗してみるか。それでゴールなんじゃない。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオザコインということで、サムネを見る感じで針の上に設置されたコインを取っていくっていうコースだと思うんですよ。ただやる前からわかる、クリア率から見てもそうなんだけど、このコースめちゃくちゃ難しいよ。絶対に針ってね、当たり判定大きいから、あのコインを取るのが至難の技だと思うんですよ。でも心の中ではぶっちゃけ思ってる、意外とサクッといけるんじゃねみたいな。そして説明文にファイトって書いてるんですよ。うん、頑張る。キモすぎやろ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.34%。 まあ最速が10秒だったからね、とりあえず右ダッシュしろっていう感じだと思うんですよね。そしてコインを6枚取ってからゴールか。じゃあとりあえず右ダッシュしていこうか。そしてまず1枚目のコインを取る。
まあこんな感じでしょう。待ってて、すぐに体を慣らして6枚のコインをきっちり集めたいと思うから。2枚のコインが取れた。そして3枚目、そして4枚目、そして5枚目。ビビりすぎてないか。1枚も取れてねえじゃんか。これさ、相当ギリギリを狙わないけんね。ここか。うわ無理。今結構ギリギリだと思ったんだけどな。これさ、ジャンプボタンを2回連続で押して空中に滞在できる時間を長くするテクニックがあるじゃん。これね、今普通のジャンプなんだけど、ちょっと2回連続で押してみるね。わかるかな。ちょっとマリオがさ、空中に留まってる時あるでしょ。これを使わなきゃいけないと思う。なおかつ左の針ギリギリでジャンプするみたいな。いや来た来た。うーわこれほんとうずっか。空中浮遊できるテクニックもできる時とできない時があるんだよね。それを毎回出しながら、しかもこのジャンプ調整でしょ。もうやめていいかな。ダメだ、こんなことでくじけちゃう。一発マリオ名人の名が去るぜ。捨てたいぜ。このくらいの難易度、無言になって集中すれば簡単にクリアできるんだ。次やられたらそれを証明して見せたいと思います。いや自分でも正直結構いいところまで行ったなって思ったんだけどな。ほら結構上手くなってないから。今全然上手くなってむずっけーこれ。パパ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 パピーン。ドゥル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 ドゥふざけるな、クリアできないからって気候に走るのはやめろ。でも大丈夫さ、ピオキング、もう壊れてるっていうのは誰でも知ってる。ブックオフで売られてるからな、ジャンク品コーナーで。僕へジャンク品の僕を誰か買って。頭ぶっ壊れてきた。でもさ、結構いい線いってると思わない？うもういけ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 、頼む。あっかっかっ。もうやめる。ほんと悔しい。もうマジで無言でクリアテイクだけ流していい？これほんとに鬼畜すぎるこのコース。いやそんなことはしない。無言のクリアテイクなんていらないんだ。ゲーム実況に僕は命をかけてるからね。ほんとむずけ。いやでもね、さっきのでなんとなくコツはつかんだと思うんだよね。なんでそんなにも時間かかんないと思うんだけど。4、5、6、やった。いやほんとクリアできてよかった。マジでこれおすすめできないレベルの鬼畜さだったね。でこれクリア時間なんだけど1時間近くかかってる。まあまあでも無事クリアできたということで、どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。